アメリカのトランプ大統領がですね、パリ会議、つまり COP いくつ、20いくつって言うんですけど、地球温暖化の会議の決定から離脱すると、まあ、つまり温暖化対策をアメリカはやりませんと、まあ、いうことを言ったということで、まあ、非常に大きな波紋って言いますかね。私は波紋を広げてるのはメディアだと思うんだけど、テレビ新聞がわざと広げてると思うんですね。トランプ大統領を批判するために。これは全く滑稽なんですよ。第一ね、まず第一にちょっと言うのが逆になりましたけど、この温暖化騒動っていうのは何で始まったかっていうと、1988年のですね6月23日にアメリカの上院の公聴会でですね、当時 NASA、 アメリカ宇宙航空宇宙局のハンセンという博士がですね、部長ぐらいの人ですけど、その人がですね、二酸化炭素、今でいう温暖化ガスによって地球が温暖化するという理論を発表したんです。理論ですよ。でその時にこうなるという、気温がこうなるという図を示して、やったんですね。その背景には3人がいたんですね。3組織といいますか、一つはマスメディアの CNN ですね。その時のトップはターナーという人でした。それから第2番目は農業議員ですね。これはどうしてかというと、温暖化というのはもともとアメリカの温暖化騒動というのは、工業の金を農業に回せという、補助金に回せということだったんで、それの決議だったわけですから、農業議員ですね。それから第3番目が国際金融資本ですね。ロスチャイルドと言われておりますが、まあ、なかなか金融資本の誰が動いたかというのは難しいんですけど、まあ、一応そういうふうにこう書かれております。それで、それが1988年6月のことなんですね。でその後アメリカは具体的に動き出して、 IPCC っていう国連に機関を作ります。この機関を作ったのは日本でも何でもなくてアメリカなんですね。でその年のうちに作っちゃうんで、まあ根回しもしてたんでしょうね。それでそれを受けて、その10年後に1997年に、まあ、多くの人がご存知の京都会議っていうのを日本で持って、地球温暖化 のためのですね、温暖化ガスの排出規制っていうのをやったんですね。まあ、日本はマイナス 6%、 アメリカマイナス 7% だったかな、ドイツマイナス 8% だったの、各国とも先進国だけが決めたわけです。しかしこの1997年の京都会議にはアメリカからゴアっていう副大統領が来たわけですね。で勢いいい演説をして署名もしてきましたけれども、実はこれにはトリックがあって、アメリカはですね、その前にゴア副大統領が日本に来る前にバード・ヘーゲル決議っていうのをやっておりまして、これでゴアさんが、地球温暖化の署名をしてきてもアメリカは実施しないという、そういう上院に権限ありますからね、アメリカ上院に、そういう決議をしてるんですよ。だからゴアさんはペテン師だったわけですね。それからヨーロッパも同じで、ヨーロッパはその当時ですね、 EU になるわけですので、EU になりますとね、東ヨーロッパ一緒になっちゃうんですよ。だから形はですね、まあ、通貨と似てるんですけど、形はイギリスが何パーセント、ドイツが何パーセントつって削減の署名をしたようなんですけど、具体的には EU 統一して削減をすればいいということになってたんですね。そうしますと、東ヨーロッパの国が共産国でした。共産国というのはですね、だいたい平均して共産国から自由国になると平均して 35% 減るんですよ。その国が半分ぐらいいるんですよ。そうしますと、イギリスとかドイツがたとえその 6% 7% 削減ということでサインしても、東ヨーロッパから各国から 35% 出てくるわけですから、だから全然削減しなくてもいいっていうのは最初から分かってたんですね。それでアメリカヨーロッパもそれじゃあ日本だけが悪いっていうんで、日本については、結局森林による二酸化炭素の削減を嘘だけど認めるってことになったんですね。だからみんな各国とも嘘ついたんですよ。アメリカは実施しないという嘘、ヨーロッパは EU バブルとその時言ってたんですけど、東ヨーロッパの共産国を抱き込むことによって削減しなくていい、日本は 2.9% ですけどマイナス 6% のうちマイナス 2.9% の分は森林吸収、これ実際はないんですよ、ゼロなんですね。ですからゼロだけど、まあ嘘ついていいよって
まあ、ヨーロッパが言ってくれたんですね、会議の時に。それでまあそういうことでスタートしたわけですね。国際条約ですから、まあそんなようなもんなんです。その後アメリカは、クリントンそれから、オバマ大統領、温暖化は大変だ温暖化は大変だって言ってるだけで、一回も国際的な温暖化対策にアメリカは参加したことはありません。その意味では今度トランプ大統領がパリの離脱、パリ会議から離脱するっていうのは別に今までのアメリカの政策と変わらないんですよ。ところがね、 NHK をはじめとしてね、あのみんなね、アメリカはトランプ大統領で初めて温暖化から離脱したというような報道してるんですよ。あのよく聞くとそう言ってないんですよ。だけどあのトランプ大統領がこともあろうに地球温暖化から離脱したって環境大臣なんか山本さんとかなんか怒り狂ってるというふうに報道されてますが、怒り狂ってるってアメリカは一度も国際的な温暖化対策に参加したことないんですから。今まで自分が言い出してもう30年ですよ。30年も一回も参加したことないんですよ。その国が今までは参加すると言って参加しなかったってズルをした。今度トランプ大統領は最初から参加しないと言った。その差だけなんですよ。それなのにね、トランプ大統領悪い悪いとか環境に対するあれで、それでなんか IPCC の委員でインドの人が、これでアメリカなんかもともと当てにしてないのが外れてよかったって、インドも一回もやってないんですよ。だからあの大体ね、温暖化で日本を非難してる国っていうのは全部自分はやってないんですよ中国もそうですけどね。ところでもう一つの問題は米か気温かと書いたんですけども、まあ、地球が誕生するときに、大気の 95% が今でいう温暖化ガスで、まあ、それを食物が食べ物としてずっとやってきて地球に37億年間、生きてきたわけですね。現在でも我々は人間もですよ、あの皆さんも二酸化炭素を食べてるわけですね。温暖化ガス、今減らそうとしてる温暖化ガスを食べて生きてるわけです。ただ我々はもう退化してしまったんで、まあ米に頼んでるんです。稲にね、稲が二酸化炭素を吸って、で米粒にして、それでその米粒を我々は食べるということで、まあ、間接的に二酸化炭素を食べてるんですね。まあ、これは共生系ですね。我々の腸の中にいる細菌、腸の細菌なんかと一緒に、腸の中には細菌がいるし、それから外側には米とか、まあ、犬なんかもそうですね、まあ、共生動物ですけど、こういった共生動物と一緒に人間の命というのがあるわけですね。ですから毎日ご飯食べてる人が温暖化ガスなんか削減しちゃいけないんですよ。だってもう今ね、稲は本当に困ってるんですね。まあ、0.95% かつてあった温暖化ガスが今 0.04% もなくなってしまってですね、もう間もなく地球上には生物は全部絶滅するんですね。ですから環境を大切にする人は二酸化炭素、温暖化ガスを出す方に考えるべきなんでしょうね。いやいや、これはね、私いつも言うんですけど、温暖化反対の対策してる人はものすごい感情的なんで僕に食ってかかってくるんですけども、私はね、科学者ですから、まあ温暖化してもいいし、しなくてもいい、それは皆さんが考えることだ。科学者が提供することは何かっていうと、あなたは米を取りますか、気温を取りますかって言ってるだけなんですね。米が大切だと思えば二酸化炭素を少し出していかなきゃいけないし、大いに出していかなきゃいけないし、まあ、気温が上がるのが心配なら米に、悪いけど温暖化ガスを減らさんでいかんっていう、これはね、その人その人の判断ですから、我々科学者はそれを提供するだけなんですけど、あまりにですね、気温ばっか言うので、ついついなんか私がなんか温暖化反対派の中に入っちゃったんですけど実は私はそれほど皆さんの方針にものを言ってるわけじゃないんですね。もう一つは二酸化炭素が増える、温暖化ガスが増えるというのは過去に帰るんで未来に行く話じゃないんですよね。やっぱり私もですね、実は科学なんていうのはそれほど正確じゃないので、温暖化ガスが増えた時にどうなるかっていうのは分からないんですけど、分からないというか未来のことなら分からないですが、過去にはですねずっと通ってきた道ですから、だから例えば100年後に今 0.05% になるって言ってるんですけど、 0.05% の時に気温がいくらになるかってもう分かってるんですよ、計算なんかしなくて。計算の値と全く違うんですけどね、まあ、古生物学だとか地球物理学なんかでちゃんと分かってるわけですから全然変わんないんですけど、だからまあ、そういうトリックをかけて、国民をある方向に誘導してもなんか意味がないんじゃないか、なんでそんなことやってんだったら、お金のためだって言うけど、
お金のためでそんなことして人生を送っても貧弱なことになるから、温暖化を一生懸命言ってる人にですね、もう少し科学的に冷静にやったらどうですかって言ってるわけですね。今回のトランプ大統領の件はアメリカのこれまでのことと、それからそういう米の話とは全く無関係な、本当にこうレベルの低い話ではないかと思います。